多文寺は、東京都東久留米市本町にある新言州地山派の寺院。石寺公園の御穂寺の末寺。海山上は5年。本尊は、不動機の立像、境内は、古樹青うつとして古寺なること知るべし、本堂に向いて、左に、美写門堂があると、新編武蔵風土機構に記されている。現在は、南向きの明るい境内で、 本堂は1975年に工房大師の生誕1200年を記念して、鉄筋コンクリート建てに建立された。境内の中央に本堂があり、南面中央に三門、その右手に栗、左手に薬師堂がある。広告知事では、高原元年に創建とされ、三度の大化にあって、縁起三年に再建され、現在の本堂は1975年6月に、 鉄筋コンクリートで建て替えられた。道内には、薬師如来はじめ、木造の地蔵菩薩、微材天などが保存されていた。元は、微社門堂であった。薬師堂前の六地蔵村には、左より、地持ち、だらに、保障、法院、鳥亀、宝瀬へと記されている。六地蔵三門この門は、天保年間、村の欅を落合川に流して江戸まで運び、 堀市に、獅子の堀物を掘らせ、近隣在住の西川家総選の大工により、作られたとの伝承あり。嘉永5年の多門寺建て河江の際に再建された。東久留米市の指定文化財。なお、再建の際の古門は、田無の観音寺に譲り渡されたが、現存していない。多門寺三大住職逆宿用いたびは、室町時代作。 多門寺の開発から三代までの住職の痛み、現存寺院と関係のある痛みは極めて稀で珍しい。いずれも生前に仏事を終して死後の冥福を祈った逆手痛みである。1981年に東久留米市の有形文化財に指定された。江戸時代初期頃から旧南沢村に伝わる伝統芸能で、 東久留米市指定無形民族文化財。毎年9月15日の氷川神社の秋祭りに五国宝穣と悪役退散を祈願して村を挙げて盛大に行われた。現在は10月14日の夜は多文寺で練習の総仕上げの揃い辞し、15日の昼は氷川神社の境内で、どうやら多文寺で演じられる。 南沢獅子舞には、獅子の他に立ち、ヨルフ、カグラ、万歳等の芸能が行われる。ありがとうございます。